こんにちは。兵庫県いけばな教会に所属しています木原慶穂と言います。美少流という流派の家元をしています。この度のコロナウイルス感染拡大により多くのイベントが中止となり、また、緊急事態宣言の解除の後も不自由な暮らしを続けています。そんな中、公益財団法人兵庫県芸術文化協会の発案によりつながろうアートを合言葉に多くのアーティストの方が動画を配信しています。緊急事態宣言のもと本当に大切なものは衣食住といったものだと思います。文化やアートというのは必ずしも必要でないのかもしれません。ですが、やはり人の心を豊かにするのは音楽を聴いたり、絵を描いたり、絵を見たり、そして生け花を生けたりということが大切な場合もあると思います。ですから私もこのつながろうアートの企画に賛同しまして、動画を配信することにより何かお役に立てればいいかなと思っています。私にできるのは花を受けることだけですので、花を受けたところを見ていただけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。まずは私たち未生流の説明をさせていただきたいと思います。私たちの流派には大きく分けて角花と進化というものがあります。角花は100年以上前から伝わる伝統的な花で、こちらにあるように3本の役枝で構成されています。天を表す枝、人を表す枝、地を表す枝の天地人の3本の役枝となっています。そして今日受けさせてもらうのは進化といいまして、昭和の初めに制定されたものです。現代の住宅環境に合うように考えられていますので、今日はそれを早速受けたいと思います。では未生流の進化を入れていきたいと思います。季節は夏ですので、夏の花材を、まずは洋酒の山ごぼうです。この花材は秋ももちろんあるんですけども、この時期から植えにするようになりますね。葉っぱの軸も赤くて綺麗ですからいいと思うんですけど、お庭にどんどん増えていく、これはあんまり好きやないわっていう方もおられるかもしれないですけど、今日はこのミラー状 この穴に開いてるところにどんどん入れていきますので、非常に生けやすい器ですね。続きまして暖竹ですね。続きまして苦外草を入れていきたいと思います。
涼しげな花材ですから少し多めに入れたいと思います。で最後にですね、アンスリウム、他のアンスリウムを入れて終わりたいと思います。ということで、以上で、以上4種類ですか。で、一応終わりということになります。で、これにちょっと水の効果を後で加えたいと思います。一旦これで一応終わりということにさせてもらいます。先ほどの作品に、アクリルの三角柱を置いてそこに水を入れたものを並べました。そうするとだいぶ雰囲気が変わったと思います。どっちかといえば水の中にお花が入っている水中花のように感じる部分もあるのかなという気はします。我々未所有の進化ではこのアクリルの器を使うことが多くて、水との関わり合いを示す作品が多いです。で、今日はここにですね、さらに色を加えることによって変化を楽しんでもらおうかなと思います。ということで5色入りました。これで、完成ですので少し、色の変化を楽しんでいただけたらいいかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。つながろう、ハート。